こんにちは、やゆるです、えー、今日は3月の19日ですね。えっ、ー、と、今日は、えー、と日曜日なんで休みなんですけど、えっ、ー、と、高校時代の,あの友人と、うんと、後輩と、同級生と、まあその友達のあの、弟とか、はい、まあ、そ感じで、まあ、みんなであの朝7時から9時まで手にしようということで、あのー、はい、来ています。まあ、まだ誰も来てないですけど、えー、まあちょっと早めに来て、 コメント見しようかなじゃあ次ですね。あ、次、次じゃない。今から始めます。えー、っと、コメント見ですね。<laughs> 昨日、あの、夜あげた、あの、手打ちのメリットって考えたことありますかっていうあの、動画についたコメントで、えー、んじさんから、えー、ブランコのタイミングですね。なるほど。これはいいということで。そうそう。とにかくね、あの、姿勢が高いことに対して、ダメって思ってる人が多いので、あの、なんすかね、もうしっかり腰を落として足を広げれば、 しっかり腰を落として足を広げて足をしっかり細かく動かしてればいいみたいな。それは確かにですね、うん、やった気になるんですよね。すごいこう、やってるんで、頑張ってるから成果出るだろうっていう気になるかもしれないですけど、あの、それって、まあ筋トレとしてやるのはいいと思うんですけど、うん、いいプレーには影響しないよねみたいな。はい、そんな感じなんで。高い姿勢によって腕のブランコが。 あの、ボールにぶつかるっていう状態を、えー、作れればと思います。じゃあ次、えっと、関口さんから。手打ちとは少し関係ないかもですが、えー、冒頭でお話しされていた棒立ちについても、気づかないだけで、びっくりするぐらい地面からパワーをもらっていると思います。そうですね。あの、基本的にこう、うんと、立ってるだけでそもそもこう、引きつけ、あの、重力にこう、引きつけられてるんで、足の力を使ってるはずなんですよね。その、なんだよな。 地面と体がくっついている状態。あの、ま、これ前も動画で言ったかもしれないですけど。こうやって、あの、普通に立ってるだけで、地面に対して60キロの圧力がかかるんですよね。で、あ、僕ら体重が 60, 60ぐらい。で、60の重みがかかってるのを、キープしたまま打つことができれば、あの、力抜けないんですけど、これが60、60キロ地面にかかってたのに、わざわざこう抜いちゃって、パッて抜いて、それを入れるってなったら、あの、 ま、余計な力を使うというか。はい。まあ、それは、なんか無駄なんじゃないみたいな。無駄じゃないけど、それをしなくても別に打てるよ。それしないといけないと思ってるのまずいですね。それしてもいいけど別にしなくてもいいんだよっていうのを、えー、っと、イメージぐらいできます。ハードコートで打ってみたらよりわかりやすく感じるかなと思いました。えー、フラットのホームランではなく、本当に球に力が乗るのでアウトしないように、えー、ブレーキをかける。ブレードブレードかけるのが、多分ブレーキかな。 っていうのは大変でした、えー、ブランコの話をそうですが、えー、もう思いもよるところにヒントを誇ろうと思います、はいあのーまあ。ヒントをちょっと見つけていただいて、えっと、上達のコツを感じていただけると思います。じゃ次は H マスさんから、えー、ドックパッドへの振り出しがゆっくりできずに練習中ですが、ブランコの補助のタイミングをイメージしてやってみます。 そうですね、ドックパッドの振り出しがゆっくりできない方っていうのはテイクバックが遅い可能性あるんで早いテイクバックをしてゆっくりなドックパッドを持っていけるかなっていうのを意識してやっていければで基本的にあのドックパッドが難しいってという方はとにかくあの僕動画でもよく言うんですけどあのラケットの,そのフレームをこうボールに近づけようとするんじゃなくてラケットの,この先端を フレームを近づけるじゃなくて、先端を近づけようかなと思ったら意外とフレームだったみたいなことはよくあるので、あの、ぜひ試してみていただければと思います。じゃあ次は AK さんから、クラブトーナメント戦で、えー、シルバーは体力勝負で決まりますから、手打ち、えー、か足をたくさん使わないメリットあるかも。はい、メリットあると思います。あの、体力勝負に持ち込も持ち込まないといけないのに、 あ、まあ、要は、えっと、年齢が上がるにつれて、まあ、僕もそうですけど、あの、パワーがない。あの、エースを取るほどのパワーがない方っていうのは、エースを取例えばじゃエースを取れないとします。で、エースを取ろうとすると失敗してしまうので、エースを取ら,取らずに戦うためには、なるべく体力を温存しないですよね。その体力を温存するために、あの、そこで足の力を余計に使っちゃうと疲れちゃうんで、そうですね。なんで、えっと、足の力をなるべく使わずに体力を温存しながら、 長期戦を戦をえるようにしたい。で言ったらあの、マラソン大会で42.195キロ走らないといけないなっていうときに、短距離走みたいに走ったらもう一瞬で終わっちゃうんで、なるべくこうセーブしながらいけるかな。足を使うのは確定してるんで、あのなるべく疲れないようにっていうのがえ、ポイントとして意識できれば。じゃあ次、えっと、ドンさんですね。え一番の枝をってことで、はい、あの、あります。最近もあのドンさんがもう余裕のナンバーワンです。 えー、超超超絶納得、ロードバイクのペダリングと一緒だを、えー。プロは踏むのはギリギリ3時まで。えー、素人は6時過ぎまで踏,み踏んじゃうから、踏む力は逆に足かせになる。猫はストーン。はい、そうですね。あの僕もあの自転車乗るんであの、まあ、ロードバイクはじゃなくて、あのピストバイクっていう、ペダルとホイールが合体してる。合体というか,か、ね、つ繋がってるというか、バックもできるやつです。はい、僕はピストに乗ってるんですけど、 そうそうあのー、余計に踏みせるんですよ。余計に踏みすぎて、あのー、ブレーキになっちゃうとよくないので、タイミングが大事ですね。じゃあ次が、なんかいっぱいありますよね。こう,こう見ると。こメントえっ、ー、と、じゃこの一本だけ見れば打てる、えー、片手バッグの習得パッケージっていうあの動画についてのコメントで、えー、カズイースさんから、ちょっと画面が暗い。 質問です。えー、高い打点の低い軌道。タイミング3、4に関してですが、えー、3までほぼスライスと同じように見えます。えっと、1、2、3ですね。はい、これもほぼ、あの、スライスと、まあ、えっと、似てるとこ、あ、そうですね。右腕は一緒あ違う違う、腕は一緒か。あの、スライスの場合は、ここのフレームが、この、上腕に触れるような状態なんですけど、 えっと、熱いあ、スピンの場合はグリップが熱いので、えっと、基本的にこうフレームを離れてるんですけどあの、腕自体は一緒です。えー、っと、同じように、4の後半のフォロース後半のフォローするまで来ると違いが出てきますが、いやいろ講師の感覚、この場合はスライスとスピン。では、どうですか私と同じですかそれとも全く異なりますかまた えー、高い立ての場合、スライスかスピンで選択を変える基準や判断材料みたいなものがあれば教えてください。えー、っと、まずですね、あの、スライスとスピンの感覚は似てますね。あの、ほぼ、ほぼ一緒と思っていいですね。ほぼ一緒なんですけど、あの、カズさんと感覚が一緒かどうかはちょっとなんとも言えないですけど、あの、スピンとスライスの感覚は似てます。で、スピンかスライスを選択する判断基準っていうのは、 うん、いろいろあるんですけど、まあ相手が例えばスピンが苦手そう、あ、スピンに対する返球が苦手そうなスピンだし、スライスの返球が苦手そうなスライスだし、あとは自分がその時に、あ、なんか打ちやすい、打ちにくいってのあると思うんですよね。あとは相手がこう、前に来てるか来てないかとか、状況にもよるんですけど。<laughs> まあでも気分なことが多いかな。気分っていうか、その時に、あ、やりたい、もしくはやれそうっていうのを選択することが多い。参考にしてやれるわ。やばい、ちょっと待って そろそろみんな来るかなえー、と、次。サニースロ、スロップスさん。ちょっと読み方が微妙。あだ。読み方、あの、合ってるか分かんないですけど。えなんと同じ打ち方ですごい。あ、えなんと同じ打ち方ですね。すごい。えなんてどんなんだかなえなん、えなんてちょっとこう、こう、ちょっと結構ほ、ほぼウエスタングリップみたいな感じで、肘を結構こう、しないですかね。あ、どんなんだかなちょっとあんまり覚えてない。 同じ打ち方なのかなわかんないですけども。はい。まあ、あの、少しでも参考になると思います。じゃあ次、えと、KK さんから、膝の曲げも利用する技術、初めて聞きました。素晴らしいです。ほんと楽ですね。ということで。はい。とにかく、あの、うんと、太い関節を使うっていうのと、太い関節を利用するっていうのと、あの、重たい体をどうやって軽くするかですね。軽い、あの、体重がこう抜けた瞬間に腕を振るとか、むちゃくちゃ楽と思うんで、あの、 重力を使いこなして、太い関節を使えれば、OK みたいな。あとは、それがテニスに合うかですよね。その、どんだけいい動きだとしても、例えばテニスで、その、振り遅れが多、振り遅れちゃうとか、えー、振り遅れが出るとか、ボールがばらついちゃう、コントロールできない。っていうのは、あの、速いボールをもえてとしてもダメなんで、そうですね。体、体の作りに合ってて、 重さの向きにあ、重さの向きがあってて、テニスっていう状況に対応できるかっていうのが、打ち方を決める上での判断基準と思えればと思います。じゃあ次、えっと、テニスプリプリさんからまとめて編集されてるのはとても見やすいです。あります。はい、こちらこそあります。もうこの編集ですね、結構きつい、きついって。<laughs> もう文字入れるのも大変だし、あの、だからといって、あの、ただの貼り付けまとめ動画だと良くないなと思って、はい、ここはちょっと編集頑張ってるんですけど、 あの皆さんぜひ見てください。えー、ステップ3の3番目のところ、えー、打球直前のヘッドが下がり、グリップがネットに向いている状態、うん、は、高いボールを打つことも含めて考えると、打点の高さにグリップの部分を合わせるように持っていくという理解でやってますかそうですね。えっと、まあ、打点が例えば、じゃあ腰の高さだったらこうなるし、打点が高くなった時に、こうではないですよね。打点が高くなった時に、こうですね。はい、こんな感じで。あの、僕的にはですね、イメージは、あの、 グリップの裏で、こう、打点に対して、こう、標準を向けてるみたいな。高い打点は上になるし、低い打点は下になるし。打点、あ、グリップの裏で、打点の標準を、1、2の後、標準を合わせて、1、2の後、標準を合わせて、打球するみたいな。そんなイメージで、やってます。参考になれば。じゃあ次が、 えっと、エビ、エビ原さんから、えっ、ー、と、フェデラーとは違いますか片手バックということで。はい。えっ、ー、と、フェデラー選手とは違いますね。えっ、ー、と、僕はあの、バックハンドのイップス、バックハンドと、えっ、ー、と、サーブレビー、イップスなだったんですけど、そのイップスになった時に、あの、フェデラー選手は結構、ま、最近は違うか。最近っていうか、あの、最近ではどっちかピシッとこう、パッとこう止まるような感じですけど、昔結構、 ピャーンってこう、なんすね。前腕をこうブーンって回るような感じだったと思う。で、僕はもう前腕回す方はなしで、基本なし。で、えー、っと、まあ、肩のみでやってるんですけど、どっちかと言ったら近いのは、ティエム選手とかの方が近いかなぁと思ってます。はい。まあ、フェデラー選手好きなんですけど、はい。あの、ちょっと若干違うので、あの、若干違うけど、こっちの方が安定しやすいと思います。あの、参考にしていただければ。です。 えっと、次が、あん、あんまり、のり、のりけいさん。ちょっと読み方が合ってるかわかんないですけど。なんという素晴らしい、実践的なメソッド。これはありがたい。はい。あの、そう言っていただいて、あります。なぜコーチがあのような形でバッグが打てるのかよくわかりました。えー、指導時の左脇を締める動きから始め、反動を利用した動きはどれも理にかなっていて、すべて腑に落ちます。だから、フームも無駄なく、美しいのですね。はい。あの、そんなにあの、褒めていただいてめちゃくちゃ嬉しいですね。 ね、あのこれあの結構レッスン来る方でなんすか、ね、普通にこう,こうやって打つ人がいるとしてこれ入れたら楽ですよ実際これ入れてやっていただくとめちゃくちゃ楽ですよみたいな、はい、言う方多いのでぜひあの騙されると思ってやっていただければ腕を振ろうとするんじゃなくて腕が振られてしまう動きをその前に作,作るっていうのが、えっと、大きなポイントですじゃあ次、えー、豊島さんからグッドホームグッドアイデアいうことではいります またあの、お会いしましょう。<laughs> はい。あの、参考にしていただければ。あれ豊島さんって、片手バッグでしたっけちょっとそこは、両手だったら、もしくは両手だったら片手に変えようかなっていう,うきっかけになればと思ってます。で次、えっと、メルシービア、んビアコープちょっとすいません。あの、英語が、ね、得意じゃないんで、ちょっとなんとも言えないですけど、あの、すいません。 えー、いつも楽しく拝見させていただいております。えー、壁打ちの連続が、連続じゃ難しいということは、ボレーストロークは難しいということですかいや、えっと、ボレートストロークは簡単ですね。壁打ちってあの、ボレー対ストロークと違って、なんですね、えっと、相手が、なんですね、ネットの目の前にいて、軟式ボレーしてくるみたいな感じなんで、あの、それと、それはちょっと難しいですけど、ボレー対ストロークって結構山に飛んでくるし、えっと、相手との距離が遠いので、簡単ですねで。あとはその、 あ、連続する、打ちするときはスライスの方がいいんでしょうかこれですね、あの、別にできるんですよ。別に壁打ちで、片手、バックはできるんですけど、あの、それ多分やろうとすると、あの、ホームが崩れるんで、それはもう一球をこう、丁寧にちゃんと打ち方を変える上では、やった方がいいかなと思ってます。まあ、やろうと思えばできるけど、まあ、や、やったってなんかこう、うん、楽しくないんじゃないかな。もう、振り切ったらすぐ構えて、振り切ったらすぐ構えてって感じで、あの、大変なんですよね。<laughs> できるけど、大変みたいな。 ボでじゃあ次、えっ、ー、と、関口さんが待ってました。フォアハンド編と同様、ヘビロテさせてもらいます。ありがとうございます。ということで、はい、あの、あります。ちょっとあの、完全版の再生リストを作った方がいいですね。ちょっと、なんかいろいろ、あの、作ろうと思ってます。ぜひ、はい、もうあの、まあ、時間は長いので、あの、時間があるときとか、あの、暇つぶしに、えー、ぜひ。あとは、うんー あとはなんかいろいろバラバラの。えっ、ー、と、打ち方を変えて理想の自分を目指す人だけ参考にしてくださいっていう動画についてのコメントで、えー、サーブの動画待ってますってことで。はい、サーブの動画、今2、3本ぐらいストックあるんですけど、はい、まああのタイミングを見てあげようかなと思ってます。えー、っと、フォアハンドの完全マス、ね、の動画についてのコメントで、山村匠さんから、えー、自分は今50代ですが、80代に、と でもという考え方がとても素晴らしいと思いました。チャンネル登録させてくださいというね。はい。50代の方、の、僕のお客さんが一番多いかな。50代が一番。40代から50代が一番多いので、あの、そういう方でも、あの、全然、あの、今からうまくなるんで、上手くなれるんで、あの、動画を見てどんどんレベルアップをしていただければと思います。あの、レベルアップするためには必ず動画撮影を忘れないでください。えー、お願いします。じゃあ次、えっと、高校生活最後の挑戦、誰にもできない覚悟という動画についてコメントで。 えー、小川拓さんから。あ、拓さん。えっと、あの拓さんから。えっと、グリップを変えるイコール、す、え、べ、ー、てが変わると考えております。この子の覚悟を応援させていただきたいと思います。はい、あります。本当ね、頑張ってほしいですよね。本当ね、グリップを変えるって大変ですよね。僕もあの、ウエスタングリップから今、イースタントコンチネンタルグ,グリップの,あの間ぐらいなんですけど。本当難しかった。あの、まあ、今ではなんか普通なんですけど。 一生ねめちゃくちゃ難しい。こんなんで打てるわけないやんと思ってました。はい。そんぐらい難しいんですけど、彼はあの5ヶ月ぐらいでよ,よくこんだけできる。まあ、まだ全然完成ではないと思うんですけど、5ヶ月ぐらいでこんだけできるんだったら、僕の、僕の場合3年ぐらいかかったんで、そう考えたらすごいですよね。これは、じゃあ、高校生で若いからとかそういうわけではない。あの、年齢があの高い方でもできる方は結構できるので、なんかこれね、分かんないですよね。その まあ、運動音痴かどうか。まあ、要は主観と客観。その、テニス、ボール、テニスという競技が苦手だとしても、体を動く、動かすのが得意な方もいるんで、あの、まあ、その得意っていうのは、後天的にも見つけれるんで、それは動画撮影で見つけてほしいなって感じですじゃあ次、えっと、ディグリバーさんから、いつも新しい視点をありがとう。えー、はい、こちらこそ、あの、見てるやであります。 自分は中学軟式で高校から公式を始めました。えー、はじめはウッドラケットでした。えー、かなりあの、あれですね、僕の、僕と比べてあの、年上の方です。フォアバックもコンチネンタルの、えー、ワングリップでした。えー、手首はこ,こねずに90度固定でないと痛めると言われ、ずっとこの打ち方でした。でも、救出がスライス系でスピンがずっと打てませんでした。スクールコーチには打点を前へ、前へといつも言われ、少しずつグリップが厚くなり、 スピンもかかるようになりました。そして、肘から先、手首などを脱力するようになるダブル、ダブルベンドみたいなスイングになっていきました。その結果、今、コントロール不全のテニスになっております。これね、めちゃくちゃいると思いますよ。あの、僕が見てる、その、今まで見てきた、そのフォアの苦手だなっていう方は、袖のせいでバグってる方結構多いので。えー、そして、肘から先、えー、手首などを脱力するようになり、あ、これ言うた。その結果、今、 タイミングがあった時だけいいボールが飛びます。ラケットの進化で手首や肘は痛みませんが再現性がありません。打ち方を変えるとき一番難しいのはやっと掴んだ自分の打点を変えることだと思います。センスのある人は打点の幅が広いんだと思います、えー。薄いグリップで打つには打点を引き込まないとホームラインになってしまい、ドックパッドから短い距離、時間、時間距離でインパクトしなければならないので、えー、どうしてもあの、差し込まれます。それでも今は、 えー、ディフェンス優先の再現性の高いテニスをやろうと思っています。50年ぶりにコンチネンタルフォアの話題が出て嬉しくもあり、懐かしもあり、いい動画でした。ありがとうございます。はい。あの、ぜひ。まあ、せっかくそのダブルベンドで今ちょっと崩れたのであれば、あの、ぜひ、あの、打ち方を改善して、<coughs> あの、すごく、いいテニスに変わってほしいなと、願っています。はい。また、あの、参考にしてやるわ。えー、っと、質問です。あ、間違えた。えっと、 ずしんと思いバックハンドのトップスピンを打つ方法という動画についてコメントで、ね、TN 小僧さんから、えー、質問です。いつも参考になる動画はありがとうございます。以前のフォアハンドのトップスピンの打ち方、えー、自転車の急ブレーキの例えと、ま、紛れのように <coughs> 思いました。どのように理解すればいいでしょうかっていう,どうあコメントの後に、えー、すいません。動画を見直したところ、えー、解説がありました。 機会があれば足を伸ばすバックアンドの打ち方を教えていただければと思います。これはあの前、コメント読みの時にした、実はしたことあって。まあ、ただ一瞬だけ。これあの、前、撮影はしようと思っます。えっと、まあ、ちょっとすいません、足見えないですけど。えっと、この動画の時に言ってるのは腕を振り上げたい。速く振り上げたい。これはあの、肩から先の腕と、だけッっ重いんですよね。大体まあ約5キロぐらいあると思っているので。この腕を振り上げようと思った時に、あの、振り上げようと思った、重たいので、体が、 あの、沈むと軽いよね。これって簡単なんですよ、ね。簡単っていうのは、難易度的に言うと、あの、同時でやるんで簡単なんですけど、足を伸ばそうっていうのは、足が伸びた後に腕が出るんですよ。間違いは足を伸ばしながら。これ重たこれ間違い。足が伸びたから止まっ、あの、急ブレーキですね。自転車の急ブレーキ。上に向かって、伸びた体が止まったから腕が振られた。振られた。っていう、ちょっとタイムラグがあるんですよ、ね。 足の伸びに対して腕を振るタイムラグがあるんで、その難しさが <laughs> あると思います。まあ自分でこう、なんかね、手出しでこう打つときとか、まあ簡単な状況で練習をするのが最初はいいかなと思います。はい。まあそんな感じで、えー、練習していただけたと思います。じゃああの今日は結構長い。え今日2 0分か。 えと結構長い動画だったんですけど、まあ、なんか少しでもあの皆さんの疑問が解決できれば嬉しいです。ってことで、はい、今回の動画は終わります、えー。また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。